な絶好調、うん、おはようございます。今日はねコンディショニング、僕が一番今の人たちにやってほしいことはね、コンディショニング、体を整える、これをね、やっぱりやってほしいんですね。で運動はいいんですよ、運動はやってもいいんやけど、運動するとねどうしてもやっぱ筋肉が、疲れたり、まあ硬くなっていったり、するんですね。その後にしっかり整えることを、やってたらね、健康な、適度な運動でね、健康な体が作られていくんですね。で昔の人はなんでそれをやらなくてよかったのかというと、いつも僕は言うんですけど、和式トイレでねしっかり股関節、ね、足首、膝、股関節っていうのをしっかり使ってたんですね。とか農作業とか、とか、あとはやっぱり昔靴がまだそんなにきちっとしてなかったし、僕たちが小学校の頃まではまだ裸足だったんですね、運動場はね。でやっぱ靴生活がねもうすごい充実ね、いい靴もいっぱい出て、足を使わなくても、いいようなね、生活習慣になってきたんでね、足の指とかね、足の裏側とかをねしっかり、使ってないようなよ感じになってるので、そこら辺をコンディショニングしましょうね。めっちゃ簡単ですんで、今ねちょっと足の裏の色がこんな感じですよ。いいですかね、ちょっと近くでこんな感じですよ、足の裏がね。よし、もうちょっとかよ、こうやってね、足をねここに上げます。で足の指にね手の指を入れてくださいね。で結構ねもう今の人指が入らないような人もいるのでね、お風呂に入って湯船の中とかちょっと石鹸をつけてこうやると入りやすいんでね。で指入れてねグー握り合います。1、2、3、4、5、反り返します。1、指だけね、4、5、丸めて1、2、3、4、5、甲の真ん中へ持って指だけ回してあげます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、逆回し1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 はい、じゃあね足くるぶしね、くるぶし、足首のくるぶし持ってねぐーっと反り返して1、2、3、4、5、伸ばして1、2、3、4、5、回して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 逆回し1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、もう一回グー握り合って1、2、3、4、5、 OK、 OK。 はい、じゃあでね、こうやってもう足の色が変わってるでしょ。こっちがね生き返ったような色になってるんですね。でこれ血流が良くなってるんですね、足の血流が。で心臓よりも一番遠い、ね、足、の血流が良くなると体全体の血流が良くなるんですね。だから足をねこうやって緩めると、やりだせばいくらでもあるんやけど、でも今やったようにね、こう足に指入れてこう持ってね10回ずつぐらい回して、くるぶし持って10回ずつ回す、これやるだけでもね足がめっちゃいい、コンディショニング絶好調に、ね、絶好調になれるので、これをよぜひお風呂入った時とかお風呂上がり体ポカポカしている時にやって、ください。でそのまま寝るとね、血流が良くなったまま寝るとものすごく体の中がこう寝てる間にも絶好調になれるので、これをやってください、ね、よっしゃ、おいい感じやな。じゃあ足緩めてよかったね。はははははは。はい、ほっほっははは。ほっほっははは。イエーイ。はい、いいぞいいぞ。イエーイ。よっしゃ。絶好調で10回よ。絶好調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 。オッケー。絶好調な笑顔で。にゃん。お、いい感じ。